で、あのちょっと質問途中切れてしまいましたが、しおちゃんは聞きさっきの猫マネさんの質問で、聞き分けの良さそうな猫ちゃんですが、飼い主さんに本気で叱られたことありますか？しおちゃんの困ったいたずらとか見てみたい気がします。ハート、複数ハートって書いてあります、うん、ないですね、叱られたことはね。叱ってもわからないと思うので、あの猫には叱らず、あの常に褒めてます。しおちゃんはかわいいね、頭いいねっつって、こうやってあの褒めて育ててます。まあこれはこうやって少し甘噛みするのもいたずらなんですが、まあ、よっぽどあのチューク噛むことは絶対にしないので、まあ、特に気に痛いって痛いよ、あの叱ることなくやってます。いたずらはそうだな、あのダウンジャケットを持ってくると必ずその上に乗ってパスッと爪で穴を開けようとするので、それだけはあのさせないように気をつけています。それくらいですね。はい、次の質問、ずいぶん長くなりましたが、ルナさんから質問。しおちゃんは、女の子に間違えられるんですね。しおちゃんはシンコロさんのお友達、特に女性とか来た時焼き餅とか焼いたりするんでしょうか。しおちゃんの怒ってる姿とか、あるのかも気になります。焼き餅は焼かないですね。男の人が来ようと女の人が来ようと、むしろベタベタして僕が焼き餅を焼いてしまうという、もうそんな感じです。それでしおちょっと話終わってないんですけど、しおちゃんの怒ってる姿、うん、あ、ただ一つ、一日一回モフモフをしてあげないと、なんとなくこう、なんとなくイライラしてる感じはありますね。モフモフするしよう。モフモフ。しないってか？しないの？なんで？なんでいなくなる？しゅうちゃん、じゃあ最後の質問。クレアさんから。しゅうちゃん、生まれ変わったら何になりたいですか？エンジニアですね。明らかに。もうこの電気コードが大好き。もう猫のおもちゃよりもこの電気コードが、このうさぎみたいにここ傷つけたのも塩だし、すぐ節電もするし、ということで、塩ちゃんは生まれ変わったらいろいろ素晴らしい電気製品を開発発明しているという。そしてね、あの MacOS 10.7 でも8でもいいから仕様をぜひ開発してもらいたいものです。ということで、しおちゃんの質問でした。また何かありましたらぜひ寄せて、あの質問寄せていただければ、また機会を見てお答えさせていただきたいと思います。まあ、あの飼い主がベラベラ喋り続ける動画でしたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではね、バイバイ。